ご視聴ありがとうございます。よしお .com チャンネルです。今回も仙台老舗ハンバーグランチ巡り第3弾で奥州屋に行ってきました。それではスタート。お店の場所はサンモール一番町の南町通り側のビル4階にあります。ああ、あそこか。で、皆さんもご存知の方も多いかと思います。ランチは3種類のメニューから選ぶみたいです。私はデミグラスハンバーグを食べたかったんですが、今日はやってないみたい。 B ランチも気になりますが、ハンバーグ企画なので C ランチにしようかな。それではお店に向かいましょう。レッツゴー。そうそう、お店の営業時間はランチタイムは平日は11時30分から14時30分まで、土曜は12時から14時30分まで、ディナータイムは17時30分から20時30分までで、定休日は日曜を祝日になってます。お店の雰囲気はこんな感じになってます。レトロな雰囲気が可愛いです。改めてメニューはこちらになります。ほわー、食器とトマトソースの色合いがとっても可愛い。ランチセットにはライスとサラダ、コーンスープがついてます。それではいただきます。柔らかい。うん、トマトの酸味がアクセントになって美味しい。グーさんとはまた違うトマトソース、こちらはナチュラルな感じかな。かわいい容器のコーンスープ、これまた美味しそうな予感。うん、やっぱり美味しい。老舗のコーンスープ最高。そういえばディナータイムではデミグラスハンバーグが食べれるみたいなんで、今度はディナータイムも行ってみたいです。営業時間のおさらいです。ランチタイムは平日は11時30分から14時30分まで、土曜は12時から14時30分まで、ディナータイムは17時30分から20時30分までになってます。日曜祝日は休みなので注意してください。かわいいランチがリーズナブルに楽しめるお店なので、ぜひ皆さんも食べに行ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは仙台の美味しい楽しいを発信しています。チャンネル登録と高評価をしてくれると励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。